茨城県道287号山内城、小瀬線茨城県日立大宮市、千田日立大宮市、日本郷県道、長倉小州線と重複栃木県道、茨城県道287号山内城、小瀬線は、栃木県羽賀郡茂木町から、茨城県日立大宮市に至る一般県道である。路線名称は、起点終点の自治体の大あざ名をとっている。 茨城県日立大宮市の小川地区から栃木県茂木町をまたがる山間部を通り路線区間の大部分は茨城県側にあり栃木県側の延長はわずか80メートルほどである道路線は茨城県道39号笠間小川線及び茨城県道164号長倉小州線と一部重複しており地区を結ぶ連絡道路よりも 沿線地区の生活道路の性格が強い。1976年3月16日に起点を、栃木県羽賀郡茂木町大技山内終点を、茨城県中郡小川村大技上小瀬とする新規路線して、県道路線認定された。その後1995年に整理番号287へ変更されて、現在に至る。道路法の規定に基づき、 日立大宮市松の草、道市場小世間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。